宮城県元吉郡南三陸町宇多津浅在里前にある東日本旅客鉄道気仙沼線 BRT のバス停留所である。元も々ともとは同社の気仙沼線の鉄道駅であった。旧ホームと線路を撤去した専用道場に BRT 用の駅舎が整備されている。構内は2車線。2012年8月の BRT 暫定開業時は 駅から少し離れた道路上に乗り場が設置されていたが、同年12月に BRT が本格開業したことに伴い、駅前広場に BRT 用の駅舎が整備され、専用道へ移設されるまで利用された。BRT 加護は完全な無人駅となっている。東日本大震災までは相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、ホームは高い築定上,上にあり、 ホームから外部へは長い階段で連絡していた。石巻駅管理の簡易委託駅で2005年に完成した駅舎がホームの下にあったが震災による津波で流出した。乗り場 JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は31人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。なお、気仙沼線は 東日本大震災後に BRT による復旧をしたため2011年度以前の統計は鉄道運行時のものとなる。鉄道 BRT。ありがとうございます。